私のママがユイトのお母さんだったって話、ユイトはどう思ってるのかしら。ユイト、今時間あるかしら。ああ、大丈夫だよ。何？そのママの話をしたいと思って。お互い話したいことがいろいろあるでしょう。そうだな、俺も改めてじっくり話したかったんだ。あ、せっかくだから水葉川まで出かけないか。どうして？気分転換にちょっとしたピクニックもいいかなって。俺弁当作っていくからさ。会の真っ只中でピクニック？まあ戦闘の肩慣らしにはなるかしら。そうそう、実戦訓練を兼ねてってことで。じゃあ1時間後に出発しよう。わかったわ。この辺の会はあらかた片付いたな。そろそろ休もうか。ほら、重ねの分の弁当。ずいぶん手が込んでるわ。もしかするとお姉ちゃんより上手かも。いえ、それは褒めすぎね。もっと簡単なのにしようと思ったんだけど、ついつい力が入っちゃってやりすぎたかな。別にいいんじゃないかしら。味も悪くないわ。あ、ありがとう。それじゃあ食べながら話そうか。しかし俺の袋をママなんて呼ぶから驚いたよ。私のママのことをあなたがお母さんって呼んだんでしょう。そんなのどっちでも一緒じゃ。いや待てよ、育てられたのは重ねの方が先なのか。そうね、ママが渡月にいた頃に私を育てて、それから周防でユイトたちを産んだことになるから。ってことは重ねと俺は姉と弟みたいなもんなのかな。ちょっと待って、どうして私が姉なの？だって重ねが先に育てられたんだろ。つまり重ねの方が俺より年上ってことじゃないか。それはそう言われるとその通りね。あまり深く考えたことがなかったわ。まあ海抜群にいると実年齢がいくつかなんて意識することもないしな。私自身記憶がないのよ。ママがいなくなってからランドール家へ養子に来るまでのことは。その間に兄貴と俺が生まれたわけだから10年は経ってたことになるよな。冷凍睡眠でもされてたとか。そうかもしれないわね。私が覚えているのは大事なママがいなくなった辛い気持ちだけ。ああ、でもほら、お袋が渡月を離れた結果俺が生まれたわけだから俺としてはありがたいかなって。そう。あ、悪い、ちょっと無神経だったな。いいえ、ママが渡月に残っていたらあなたが生まれていないのは事実よ。だとすると俺も重ねのことをお姉ちゃんって呼んだ方が。やめて、お姉ちゃんはナオミだけ。そんなの私には似合わないから。わかった、もう言わないよ。今のは笑いで気持ちを和らげようとしてくれたの？だとしたら強く言い過ぎたかもしれないわ。ふぅ、食べた食べた。我ながらなかなかだったな。そうね、ごちそうさま。ねえユイト、ママとまた会えたことあなたはどう感じてる？そうだな、世界の危機だし必要に迫られてたけど、正直言えばめちゃくちゃ嬉しかったよ。私もママの顔をこの目で見た瞬間、自分が子供に戻ったみたいで不思議な感じがしたわ。お互い小さいうちしか会えなかったんだもんな。俺お袋と話したいことがたくさんあってさ。私だって。でも
その時間はあるのかしら。どうなのかな。いつまでこの時代にとどまっていられるのか、カサネは聞いてないか。何も。もしかしてこのままこの時代にとどまってくれるんじゃないかって思いたいけど。うん。でも正直、心のどこかで分かってる。ずっと一緒にはいられないんだろうなって。そうね。でも寂しがってばかりいるのも何か違うような気がするの。ごめん。カサネは偉いな。俺なんかつい湿っぽいことばっか言っちゃって。別に責めてるわけじゃないわ。ただ私は会えなくなることが関係の終わりだとは思いたくない。たとえ一緒にはいられなくても、誰かに愛された記憶はなくならないものでしょ。俺も小さかったけど、なんとなく覚えてるな。お袋と一緒にいて自分が幸せだったこと。そういう記憶がある限り、どれだけ時間を隔てても私たちの気持ちはつながってる。そう思いたいの。そうよね、お姉ちゃん。いいな、その考え方。レッドストリングスなんてなくても心は時間を超えてつながってるのかもな。ええ、言葉にすると陳腐だけれど。そうかな。そんなことないと思うけど。でも時間跳躍能力には随分振り回されてきたよな。文句言いたくなることもあるけど、でももう一度お袋に会わせてくれたことだけは感謝したいかな。そうね、大事な思い出が増えたわ。笑わないでほしいんだけどさ、俺直接会って声聞いたらなんかグッときちゃって、正直泣きそうだったよ。笑わないわ。私も同じ気持ちになったから。ちょっと街の外でくつろぎすぎたかな。ちょうどいいわ。食後の腹ごなしをしてから帰りましょう。よし、二人で協力してサクッと片付けるぞ。気を抜かないで、ユイト。雑魚ばかりとは限らないわ。サスで連携を取って周囲への警戒も怠らないで。なんだか余計なことを言ってるような。ユイトにお姉ちゃんなんて言われたせいかしら。ああ、うん、ありがとう。そうだよな、十分警戒するよ。そうなら行きましょう。戦闘中にさ、カサネが近くにいるとなんか安心して戦えるんだよ。自分で言うのも変だけど、俺カサネのことを本当に信頼してるんだなって実感した。なんとなくわかる気がするわ。遠回りもあったけど、私も今はユイトを信頼してるから。遠回りしたからこそなのかもな。こういう話ができるようになってよかったよ。カサネとはかなり息が合ってきた気がするな。カサネもそう思ってくれてると嬉しいけど。ええ、ユイトの動きは手に取るようにわかるわ。
には玄馬に話しかけてみようかしら。ありがとね。ありがとね。重ね、今はいいかな。一緒にスオのカフェに行かない？別にいいけど、どうかしたの？うん、ちょっと重ねに聞いてもらいたいことがあるんだ。花火、もしかしてユイトのこと覚悟を決めたのかしら。分かったわ、行きましょう。じゃあ早速話を聞かせてもらえる？いつもながら単刀直入だね。じゃあ遠慮なく。実は海抜群のことで重ねと話したくて。海抜群のこと？ユイトの話じゃないの？もう私だって四六時中ユイトのことばっかり考えてるわけじゃないんだからね。確かにちょっと前まではそうだったかもしれないけど、でも今日はユイトの話は禁止。これからはユイトに寄りかかるんじゃなくて、ちゃんと自分自身の考えを持ちたいから。そう、分かった。それで海抜群のことって？あのね、私たち今までの戦いで海抜群の影の部分をたくさん見てきたでしょ。海抜群が正義の味方じゃないって、残酷な実験で人々を犠牲にしてきた組織なんだって知っちゃった。そうね。迷ってるんだ。このまま状況に流されて海抜群に残ってていいのかなって。最後は自分で決めなきゃだけど、重ねはどう思うか意見を聞かせてほしいの。そうね。もし今の居場所に疑問があるのなら、そこを出ていくか自分で変えていくしかないと思う。そっか、やっぱりその二択になるよね。でも私は出ていくのやっぱり嫌だな。海抜群には仲間もいるし、大切な人もいる。それに何より私、逃げるようなことしたくない。今の海抜群がおかしいって分かってるからこそ、ちゃんと向き合わなきゃいけない気がするんだ。それなら答えは一つしかないわね。そうだね。本当はもう答え出てたのかも。はっきり口にするのが不安だっただけで。私、海抜群を変えたいんだ。大好きな人たちがいる大好きな場所だから、諦めたくない。人を犠牲にするんじゃなくて、人を生かせる人のための海抜群にする。うん、それが私の目標。いい目標だと思うわ。まっすぐで花火らしくてちょっと大それてるけどね。でもユイトや重ねに並ぼうと思ったらこれくらいできなきゃだし。花火なら問題ないと思うわ。前に言ったわよね、
あなたには戦線を切り開く突破力があるって。戦い以外でもきっと同じじゃないかしら。覚悟さえあればどこへでも切り込んでいけるわ。やっぱり褒め言葉に聞こえないけど、でもありがとう。覚悟決めてやってみるよ。ねえ重ね、私重ねと友達になれてよかった。どうしたの急に。私前はユイトのことしか見えてなかった。でも重ねと話すようになってこのままじゃダメだって思えたの。私も花火のおかげで視野が広がったと思うわ。今まで考えなかったようなことを考えたり。重ね、私の気のせいだったら悪いんだけど、もしかして海抜群を離れる気だったりする？どうしてそう思ったの？なんとなく。さっき海抜群を出ていくって選択肢がさらっと出てきたから、もしかしてと思って。まだ何も決めたわけじゃないの。でも確かにそんな可能性も考えてはいるわ。そっか。お別れになったら寂しいな。でも重ねがどんな道を選んでも私はずっと応援してるよ。ありがとう、心強いわ。どうせなら離れる前に花火がユイトに告白するところは見ておきたい気がするけど。ちょっと重ね、ユイトの話禁止って言ったでしょ。そうだったかしら。もうまだまだだよ。でもようやく一歩は踏み出せそうかな。だから幸運を祈ってて。ええ、あなたの望みが叶うことを願っているわ。恋愛のことも花火自身のことも。重ね、私もだよ。お互い頑張ろうね。この握手はどういう意味なの？あ、私にもわかんないけど、なんだかつい友達の印ってとこかな。たとえ離れ離れになってもずっと友達としてよろしくねって。わかったわ、これからもよろしく花火。さてそれじゃあそろそろ行こうか。まだまだやること山盛りだもんね。ええ、そうね、行きましょう。私重ねと友達になれてよかった。自分に足りなかったものにたくさん気づくことができたから。それはお互い様だわ。あなたって私の周りにはいないタイプの人だったから戸惑うことも多かったけれど。それこそお互い様だよ。重ねみたいなタイプ初めてだったもん。でもだからだと思う。重ねは特別なの。助けが必要だったらいつでも言ってね。どこにだって飛んでいくから。
にいいの？嬉しい。育てるの向いてると思う。そうかしら。知識の吸収も早いし、観察力があるから、もし気になる花とか育てたいものがあったら私に言ってくれれば探すから。カサネと私、意外といい感じ？意外だったかしら。そうね、これがいい感じということなのかもしれないわ。何？これを俺にか？カサネ、俺はどうもこういうことをうまく言葉にするのが苦手なんだが、俺は仲間としてお前のことを気にかけている。それをちゃんと伝えておきたくてな。不思議ね。玄馬にそう言われると悪い気はしないわ。ありがとう。いや、礼などいらん。俺が勝手に思っているだけだ。こういうのはなんとも照れくさいな。面と向かって言うのもなんだが、俺はお前を尊敬している。私の方こそあなたを尊敬しているわよ。あなたの敬意に恥じないようにしなければね。カサネ、少し話せるか？頼みがあるのだが。ええ、何？お前には酷なことかもしれないが、ナオミが亡くなった場所を俺に教えてくれないか？ナオミのことを他のやつから聞かせてもらった。あいつが行った場所をこの目で確かめておきたい。もちろんお前が辛ければ無理にとは言わない。分かったわ。場所は水波川よ。一緒に行きましょう。いいのか？ええ、私も玄馬には見ておいてもらった方がいいと思うから。すまない。では頼む。この辺りよ。お姉ちゃんが死んでしまったのはここで、渡月の兵と戦っていた時、怪異にされた他の人たちと一緒に逃げ場を失った私たちを助けてくれたの。命を懸けて。お前には辛いことだっただろうな。そうね。今でもこの場所を見ると胸が苦しい。でもあの時お姉ちゃんが言っていたの、生きてこられてよかったって。最後に人間らしく生きられたって。お姉ちゃんはずっと苦しんでいたけど、その先に生きる意味を見つけられた。
だから私も立ち止まらないわ。これから何があっても生き抜いてみせる。そうか、ナオミは精一杯生きたんだな。ゲンマ、もしかして泣いているの？ん？ああ、そのようだ。すまん。まさかお姉ちゃんの後を追って死にたいなんて言うわけじゃないわよね。大丈夫だ、そんなつもりはない。俺はもう自分の命を無駄にしないと決めた。そんなことをすればナオミも嫌がるだろうしな。そう、安心したわ。どうしてこの場所に来ようと思ったの？自分の気持ちを確認したかった。これから残された人生で何を成したいのか。俺はもう誰もナオミのような目に遭わせたくはない。だがこの国の歪みはあまりにも大きい。力のために罪もないものを利用して使い捨てる。スオウもセイランも何も変わりはしない。そうね、お姉ちゃんみたいに苦しんでいる人は今もこの国のどこかにいるんでしょうね。相手の大きさに二の足を踏んでいたが、ここでナオミの最後を知って俺もようやく進むべき道が定まった。政府のしてきたことが表沙汰になった今、この国の体制も徐々に変わろうとしている。俺もこれから新しい体制作りに協力していきたいと思う。今までの歪みを一掃できるようにな。それが俺にできるナオミへのせめてもの弔いだ。目標が見つかってよかったわ。お姉ちゃんも喜ぶと思う。退役しても暇になることはなさそうね。そうだな。実は退役のことでもう一つ考えている。少々うぬぼれが過ぎるかもしれんが、もし海抜軍の退役兵である俺が長生きして社会的な役割を果たすことができれば、超能力者の老化現象への適応のモデルケースとして皇族の見本になれるだろうとな。さすがだわ。経験を積んできただけあって、いろいろと現実的に考えているのね。いや、俺一人で思いついたわけではない。重ねと話していて思いついたことだ。そうなの？ああ、この間料理の味見をしてもらっただろう。おかげで戦い以外での自分にも少し自信が持てた。超能力を失っても新しく挑戦していけることはいくらでもあるんだとな。退役後が不安になることもあったが、今は退役が楽しみにさえ感じる。変われば変わるものだな。確かに最初にお姉ちゃんの手紙をもらった時と比べて随分明るい表情になったわ。お姉ちゃんのいなくなった世界でこれからも新しい人生が続いていくのね。私もゲンマも、せっかくだから私も何か新しいことを始めてみようかしら。おお、それなら重ねも一緒に料理をしてみるか。なかなか奥が深いものだぞ。そうね、考えてみるわ。感謝する。
いいのか。こういう姿だと時々どうしても子供っぽく見られることがあるんですよ。でも重ねは最初の頃から特に意識せず接してくれていますね。私はもともと外見があまり気にならないから。先入観を持たずにいられるのはいいことですよ。僕は感謝しています。知り合えるんじゃないかしら。これはいいものですね。いただきます。